バーバラ・ベインはアメリカ合衆国の女優、イリノイ州シカゴ生まれ、イリノイ大学卒業、ファッションモデルを経て女優を目指した。1959年に t v シリーズ、名探偵ダイヤモンドで主演デビッド・ジャンセン扮するダイヤモンドの恋人役を演じ、その後、ハワイアン・アイ、サンセット77、ベン・ケーシーなどで派役を演じた後に、1966年に、 夫、マーティン・ランドーと共に TV シリーズ、スパイ大作戦にレギュラー出演。シナモン・カーター役で、医者、モデル、患者、客室乗務員、王女など様々な衣装で、そのクールな魅力を巻いた。この役で1967年から3年連続、エミー賞を受賞している。スパイ大作戦は、結局3シーズンで降板して、1973年に、 スピルバーグ監督の TV ムービー、死を呼ぶスキャンダルに出演。その後1975年に英国で制作された TV シリーズ、スペース1999にも夫、マーチン・ランドーと一緒に出演して、ドクターでヘレナラッセル役を演じている。おしどり夫婦と言われたがランドーとは後に離婚している。以後は数々のテレビ番組に顔を出して、ある時はシナモン・カーターの役で、 単発出演したりなど、80歳を過ぎた今も、現役を続けている。ありがとうございます。